どう変わった坂出一高。この番組は坂出第一高校の提供でお届けします。さあ続いてはどう変わった坂出一高のコーナー。今日はですね、坂出第一高校にのりこさんが行っているということで、早速呼んでみたいと思います。のりこさん。はい、おはようございます。お願いします。はい、坂出第一高校の今2階にやってきています。はい、今日はちょっとね、生徒さんたちにも登場してもらいたいんですけど、まずは校長先生、新年度始まりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、三谷校長です。はい、はい、今年新しい4月迎えまして、どうですか、はい、学校の様子。もう本当にね、生徒数もね、増えてきまして、本当に活気があります。ね、そんな中、やっぱ頑張ってるのは、生徒会の子たちということで。はい、今日は生徒会をですね、紹介させていただきます。はい、じゃあちょっと生徒会室始めてですけど、はい、お邪魔したいと思います。はい。はい、どうぞお入りください。はい、ありがとうございます。おはようございます。はい、どうぞ。はい、じゃあちょっと生徒会の皆さん、今日5人集まってもらいました。まずは自己紹介していただきたいと思います。せーの、こんにちは。はい、私は普通科で、普通科3年1組生徒会長をしています、細川ココナです。私が坂出に入って良かったことは、生徒のやりたいことが叶いやすいところです。はい、私は普通科3年2組副会長をしています、熊岡春日です。坂出に入って良かったところは、部活動が活発なところです。私は普通科3年1組の副会長をしています、伊勢南です。坂出に入って良かったところは、行事がたくさんあってみんなが楽しめるところです。私は食物科2年7組会計をしています、板倉あかりです。坂出のいいところは、生徒が主体となっているところです。私は食物科2年7組会計をしています、イリアネリアです。坂出のいいところは、先生がユーモアなことです。はい、皆さんに先生、坂出第一高校の、ね、いいところも聞きましたけれども、じゃあ会長さん、生徒会について教えてもらっていいですか。はい、はい、生徒会は約30名の執行委員から成り立っていて、その中の会長、副会長、会計の5名を執行部として活動しています。これまでの活動としては、学校行事の企画運営だったり、校外のボランティア活動にも積極的に取り組んできました。で、今年スローガン、はい、はい、じゃあ今年のスローガンの発表に移りたいと思います。はいはい、今年のスローガンは百花繚乱です。百花繚乱という言葉には、もともと様々な花が咲き乱れることという意味があるのですが、そこから学校のみんながそれぞれの分野で活躍できるように、それぞれの分野で才能の花を咲かすことができるようにという願いから、百花繚乱という言葉を選びました。はい、これ何個か候補はあったんですか。いや、ありましたね。すごく悩んだんですけど、最終的に2つまで絞って、どちらの意味もすごく分かったんですけど、今の生徒会の方針や今の生徒たちの活動とかを見て、やっぱり合っているのが百花繚乱という言葉なのかなということで、百花繚乱にしました。はい、なんかね、どっかの高科中学校の体育祭のスローガンとかでこういうの聞いたことあるなと思いながら私見てたんですけど、ね、やっぱみんなこのいろんな花をね咲かす女子たちも満載で、はい、そして続いて教えてもらうのが、生徒会で変えたいことは、はい、伊勢さんですね。生徒会で変えたいことは、坂出祭の高野祭と季節ごとのイベントです。そのための義務として、挨拶運動、定期的な校内清掃、校外のボランティア活動への参加、自習室の運営等に取り組んでいこうと思っています。はい、それを実現したいということで、はい、はい、わかります。そして、まあ、一校の取り組みとして面白いことしてるということで、はい、坂出は去年から TikTok を開設しているんですけど、関西出身の先生2人が基本的に挙げてるんですけど、
例えば、はい、どうぞ続けてください。ここのお二人ですね。はい、はい、TikTok は例えば部活動紹介の動画や警報の時に先生は何しているのかの動画が20万回再生や27万回再生されるなど、結構みんなに見てもらってるんですけど、普段は行事の時とか普段の学校の様子とかをこまめに上げています。はい、私もね、先ほど見させてもらいましたけど、ね、なかなか楽しい。そうですね、で皆さんがね、校長先生のところに挨拶行く動画もありましたけど、はい、ね本当にどんなの撮ってほしいとかありますか、先生これから。そうですね、うん、やっぱりみんなが、カチッとしてない普段のみんなの様子をみんなに見てもらえたらいいなと思っています。じゃあちょっと2年生これから頑張るということで、前回ふれあい弁当にいた2人ですね、食物科の、はい、はい、どうですか、生徒会入って頑張っていきたいことっていうのは。頑張っていきたいことは、食物科と普通科があるんですけど、もっともっとこの2つの学科をもっと今以上に仲良く、いろんなイベントを通して仲良くしていきたいなと思っています。食物科も普通科も仲良く、学年も学科も一緒にみんなで仲良くできたらなって思ってます。はい、わかりました。食物科のご飯は食べたことあるんですか？ご飯は体育祭のパン食い競争のパンが食物科のパンなんですけど、それは食べたことがあります、うん、生徒会に入ったら試食させてもらいます美味しかったです。美味しかったです。そうなんですね、パン食い競争のパンも手作りな学校、先生すごいですね。そんなね、それでじゃあこれからまた生徒会のメンバーでどんどん募集してるということで、その PR 会長さんに来てもらっていいですか。はい、生徒会は、うん、他の学校よりもカチッとした感じではなくて、うん、自分たちがしたいことをたくさんできる部活動か取り組みをしているので興味がある人はぜひ見に来てください。年度始めからではなくても途中参加でも、受け付けているので、興味がある人は、学校行事等を見て興味が湧いた人はぜひ生徒会見に来てください。はい、そして5月2日にもう早速体育祭が行われるということで、その意気込みも皆さん聞いてもいいですか。はい、はい、毎年体育祭も、生徒会が企画運営をさせていただいているのですが、前年度を超えれるような体育祭を作ることを目標としています。もっともっとパワーアップした栄町を見せれるように体育祭も全力で取り組んでいきます。はい、じゃあ個人的な意気込みをじゃあ順番に、はい、はい、生徒会としてみんなが楽しめるような、ことをしたいと思います。生徒会は真面目な人や固い人が入るというイメージをぶち壊せるような、他の生徒とも、たくさんコミュニケーションを取りながら学校を作っていきたいと思っています。はい、全校生徒がみんながみんな楽しめるような学校を作っていきたいと思っています。はい、みんなが楽しめる体育祭にしたいと思います。みんなが笑って終われるいい体育祭にしたいです。はい、ありがとうございます。じゃあ校長先生、はい、こんな意見を聞いていかがですか。はい、本当にね、学校は生徒のための学校と思ってます。そういう意味で体育祭とか文化祭とかいろんな行事をですね、全て生徒が関わって楽しい生き生きとした学校にできるようにですね、教員と生徒が一緒になって学校づくりしたいと思いますので、これからも皆さん方ご支援ください。はい、そして体育祭もね、学校ではなく別のところで行うということで、八島のレグザムフィールドで本格的な施設でですね行います。本当に生徒たち生き生きと本当に体いっぱいですね、力を出し切ってですね、楽しめます。そういう体育祭をですね毎年行っております。はい、わかりました、ありがとうございます。そして TikTok の先生たちも頑張ってください。はい、普段日常とします。はい、楽しみにしています。皆さんぜひねフォローしてもらいたいと思います。インスタとかもね先生たちはやってるんですか。はい、
はい、インスタグラムを見ていただきたい。じゃあのりこさん、はいはいはい、ありがとうございます。はい、いろいろお話も聞いていただきましたけど、行事も楽しみですね、これからどんどんね。これから体育祭の後、うん、続いて続くのは何がありますか。次はやっぱり大きな文化祭をやらないといけないんですね、うんうん、それ